お疲れ様です。体が丈夫っていうのはね、非常にありがたいなと思いますね。やっぱこう年齢を重ねてね、本当に日々思うんですけども、まあ、そうですね、私と同じような年齢の方っていうのはやっぱりいろんな疾患抱えて、まあ、病院通いが始めてる人もいますし、まあ、それからね、もう老化が急激に出てる人もいるわけですよ。まあ、その中で咲いてるものは恋愛感情とかじゃないかなと思いますね。で、私はね、未だにね、恋愛感情すごく高かったりとか、まあ結構ね、結構もう日々いろんな意味で元気なんですよ。それはすごくね、ありがたいなと思います。そのいわゆるね、まあ恋愛とか性欲っていうのがね、ものすごいエネルギーになっていろんなことを成就させてるかなと。だから見栄を張りたくって、見栄が張れるだけの時間と、まあ、お金をね、手に入れたいわけですよ。全ての原動力はそこにあるかなというところですけど、吉谷さん、いかがでしょうか。それじゃあ行ってらっしゃい。